意識不明に陥ったナルトは不思議な空間にたどり着き、そこで忍術の成り立ちに関する知識を得る。忍術、つまり忍衆の始まりに二人の兄弟がいた。天才の兄インドラと落ちこぼれの弟アシュラ。インドラは忍衆の優れた使い手であったが、指導者に選ばれたのはアシュラだった。仲間との絆を大切にするアシュラの生き様に忍衆の未来があると周囲に認められたのだ。だがインドラはそれを受け入れることができず、弟に襲撃を仕掛ける。この時より長きにわたる兄弟の争いが始まるのだった。この俺が力による完全なる秩序を作る。争いのない完全なる世界だ。そのようなこと、もうやめてくれ兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺と戦うだと、お前が俺の相手になると思っているのか。この俺が力による完全なる秩序を作る。争いのない完全なる世界。もうやめてくれ兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺と、お前が俺の相手になると思っているのか。この兄に提供するのアシュラ。弟といえど容赦はせぬ。貴様は力による秩序、安寧を作ってみせる。兄さん、それではいたずらに悲しみを生むだけだ。人と人がつながり手を取り合ってこそ本当の安寧がある。甘いな。それでは人はまとまらん。キャプテン、それは愚かなのだ。新戦戦術、螺旋合唱。なぜこんなことに。あの優しかった兄さんが。兄さん。アシュ、俺は忍衆を、お前を消し止めぬ。アシュラとインドラ、肉体が滅んでもなお二人の作り上げたチャクラは消えることなく何度も生まれ変わった。そして今、弟アシュラはナルトとして、兄インドラはサスケとして転生している。チャクラは個一つだけの力を増幅するものであってはならない。力が一人に集中すれば、それは暴走し、やがて力に取りつかれてしまう。今のマダラのように。忍術の成り立ちについて理解したナルトは、仲間のために戦うという決意を新たにするのだった。覚醒したナルトはサスケと共に再びマダラに立ち向かう。
マダラは神獣をも取り込み、不死なる肉体を得ていた。かつてない強敵を相手に、ナルトとサスケのコンビが戦いを挑む。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。目の前だ。師匠やナルトや忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前の言う平和など所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢うるせえよ。よっと、そんなに夢の中に行きてえならお前だ、生きやがれ。もう少し俺の道が正しかったのが分かる。真の意味で人々が幸せになる、俺の無限つくよみによってな。忍びたちの道は新しい夢の道が始まる。さすがに元死人なだけあるな。寝言が長い。俺たちの道は無限つくよみで終わらねえ。まだまだ先まで続いてんだ。忍びたちの道は俺たちが守る。うそっぱしの世界もお前のことも俺は絶対認めねえ。美獣惑星螺旋手裏剣。マダラはナルトとサスケを退け、無限つくよみを発動させる。だがその直後、クロゼツに胸を貫かれてしまう。お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？
代わりにそこに現れたのはチャクラを最初に持った始祖大筒木かぐやの姿であった。勝手に汗が吹き出やがる。なんてチャクラしてやがんだ。まだあの日じゃない。こんな奴がいるとはな。神そのものの力を持つかぐやにナルトたちは苦戦を強いられる。だがオビトから再びシャリンガンを受け取ったカカシが元第七班のメンバーに指示を伝え体制を立て直す。俺たちで世界を救うぞ。おう、了解。すべてのチャクラはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。これで最後だ。お前には届かぬ。神蓮武道玉。お前には届かぬ。忍び不明がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。お待たせ。で、どうなるのよ。あ、ウォーカさん、逃がさせよ。ぶっ飛ばす。行くぜ、クラマ。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残った。神蓮武道玉。忍びという、これでどうなったのよ。歴史の終わりだ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。死を確保する。の歴史は小さきもの。逃がさぬ。俺たち守り抜く。逃がさぬ。これでどうなってばよ。ここまでやるとはな。同じ女ならバカにしないで。今だ。シャンナラー。よっしゃ。行くぞ、地獄転生。第七班は力を合わせかぐやの封印に成功する。かぐやに吸収されていた美獣たちも解放され、長く苦しい戦いがついに終わりを迎えようとしていた。父ちゃん、消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。
誕生日おめでとう。サンキュー。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。わかった、全部しっかり伝えておくよ。あとはナルトとサスケが力を合わせ無限つくよみを解除するのみだが、サスケは五影の処刑を宣言するのだった。これが俺の答え。革命だ。地縛転生。兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。裏切り者の汚名を着せられ誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当のホカゲであると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だがそれはイタチ自身が否定し、ナルトに伝えたことでもあった。ホカゲになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がホカゲになるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。よいは断ち切り一新する。お前を切るのをはじめとしてな。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前なら弟を止められる。絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷でナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それもトカゲだったよ。お前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ。お前の力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第7回や仲間がいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすれば。分かってる。
けない。絶対に。無駄な抵抗しやがって。さくらちゃんと約束しただろうな。お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。こっちだ。甘いな。お前がいなくなれば、もう俺の革命を邪魔する者はいない。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。すげえ。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん。サスケを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか？違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していたもの、憎しみに包まれたもの、他里を拒んでいたものも、痛みを抱えていたものもだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なあに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。
手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとかっこ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ、雄たけびを上げろ。さあ、サスケくんが待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために。はい。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。いい加減しつこいんだよ。さっさと切られやがれ。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりつながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前は、よっと、おっ、サスケ、お前も知ってんだろ。俺が昔里のみんなに嫌われてた。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに俺はいつも一人だった。けど同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったのに、それをやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7巻で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからさすがに、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。いやいや、なんだ、こっちだ。てめえは一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？昔から、昔から変わらないお前のその態度が、
よっしゃ。俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さねえけど俺たちは友達なんだってことは。だから俺はオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ。そこまでして俺に。俺とっちはやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。よっしゃ。お前はすかしやがってムカつくんだってばよ。お前は、ああ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってって何言ってんだ俺。バカバカバカ、勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
いにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いをサスケやるぞ。死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる？これ以上同じこと言わせんな。つうかお前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。そして月日は流れる。己の忍道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。歴史の礎、その修復はなった。礎の書は現世を救う鍵となる。よくぞ大役を果たした。伝説の三人、ジライアよ。歴史を紡いだ者にこそ分かることがある。
黎明に始まり、過去をつなぎ、そして現在を作る者がいる。すなわち、忍びの歴史とは、かの者を核とした物語とも言えよう。さあ、仕上げの時だ。名を記すがよい。己が胸に秘める心のままの名を。